まあ本当に俺らがもう本当に育っただよな、本当にな。見てみろこのネオン、もう全然違う。これ右側の超チームショーですよ。覚えてる覚えてるに決まってる。マジでキャバクラなのに、下半身出して走り回りましたから。お疲れ様です。お疲れ様です。ちょっと今日福島から創業期14年経営者やって、あのちょこちょこさ、あの動画に出てくれて、豊か豊かって動画出てくれてると思うんですけど、まあ今日これもう一人、まあ2回ぐらい動画出たのか。まあ今これ福島で太陽光のビジネスやってるの。太陽光です。で今日ちょっと名古屋帰ってきたということで、名古屋の最南端、はい、南区柴田か。もうそれめちゃくちゃやばい。まあ今はちょっと避けてるけどな。怒られないですか、スラム街。スラム街。スラム街。じゃあ前の時も話しとったよね。はい、はい、うん、ちょっとだって名古屋、まあ皆さんその東海見てると分かんないと思うんですけど、名古屋ってさ、まああんまりその大阪とか東京みたいに街がいっぱいないから、あの名古屋名駅周辺と、まあ堺周辺っていうかのがあって、まああとこういう歓楽街みたいなのあるか。分かる、名東区飲み屋街みたいなのある。あんなフィルムがブワーってある。ああ街みたいになってないでしょ。もう柴田の一つの街みたいになってますね。街みたいになってるんだわ、本当に。お面白いんだ。そこでそこで俺創業したんですよ。で俺今日ちょっとね、そこにちょっとみんなでやっぱ久々にこいつも来たってことでちょっと行こうかな。お前も知っとるか、行ったことあるか。あ、僕ないっすよ。その下のヘルスはよく行くんですけど。皆さんに見ていただいて、まあ、こういうところからこの会社大きくなってったんだなっていうのにもなるし、まあ、ちょっと今日面白い動画になると思いますので、ぜひ最後まで見てください。はい、柴田って、いや特殊だよな。特殊だね、本当に。そういう反射の人もめっちゃおるしな。はい、そうです。反射だらけだな。あんたのとこに建設業の事務所がある時点でおかしいもん。完璧反射っすね。動画見たらびっくりするよね、多分。何回来たか。はここに事務所みたいな。今だったらもう絶対やばい。Google マップとか なかったじゃん。スマホもなかったからさ。今 Google マップで調べられたら、えってこの会社に仕事売れんわみたいな。だって業者に説明する時も大変だったでしょ、だってあそこって。ああ来た。あ、違うわ、リンリンハウスの上だっていう説明が楽だった。そう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 。最初リンリンハウステレクラだ。下にテレクラあった、昔。ああ、あったな。ついた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 。おるわおるわ、もう昼間怪しいもんな。めちゃくちゃ怪しいもんな。力変わらずあるものだよね。昔ここ隣もパーキングじゃなかったよな。なんか変なボルヤかなんかあったな。じゃあちょっと夜は夜の部で撮りますんで。全然変わってねえよな。これも全然変わってねえよ。また夜ちょっと全部の飲み屋制覇しよう。この辺はもうね。カラソン屋で。これどうなの。ここだよ、元事務所。どれ。ここうちの事務所やった。事務所ここだったんですよ。ここだな。よくないね。でも、だいぶ変わったの。塾上はなんか減るじゃん。いや、この黒い看板と、あのアゲハは変わらず。で、カジナとかな。そうですね。カジナとかも出てたか。ちょっとまだおったか。カジナとおったんですね。2年ぐらいここで会社やってたんですけど、まあ俺そこで寝泊まりしとったんでね。ちょっと実際上行ってみようか。それカジナじゃない。シボクナンバーワンヘッド2回転びっくり。これ昔からはい、マジで違う。これラブスペースシボクバー普通人の匂いがする。めっちゃ出てるじゃないですか。あ、覚えとるんじゃない。これ見たことあるの。あ、いやいや、行くんじゃない。動画で撮るの、まずい動画、まずい YouTube。今おいくつですか。僕40。昔からおるじゃない。昔からおるよね。僕一回どっか行って、うん、からまたこっち帰ってきた。あの火事の時持った。火事の後、あの頃は部長は部長今、夕方来ます。あ、夕方。あ、まだおるの。夕方来るんだ。部長もおるの。メガネかけたあ、まだおるの。難しい。あれ作ってる YouTube 塗り替え道場で出てくるの。もう塗り替え道場で検索しちゃう。あ、そうですか。もう10万チャンネル登録登録します。うん、登録しといてよ。伝説作っとる。ここから始まったのが伝説か。ありがとうございます。ここですよ、4階。ちょっと入るでしょ。懐かしいなって。難しいなって。難しい。どんなったの。2番目だったの。3番目か。
ほんと普通のアパート、ここが事務所、でここに 2LDK みたいなやつかな。でもこいつがあそこ事務所にしたかな。1年2年前独立して、あいつが、はい、そう、そんでもうこの辺にブワーッと動いてな、全部上、もう全部俺らが整理して、それだから僕が懐かしいな。だってこのインターホンかかったよな。えインターホンかかったよな。まあ火事だったんでしょ。人入ってます。元々俺の部屋だから全部上借りとるみたいなもんだ。まあ知り合いって言ったら知り合いなんだ。そうな、借りとる人。そうですね。でこっから始まったんだ。ああ、ほんとここじゃないか。いいよ。ほんとにもう懐かしいわ。ほんとにまあ28?9? ぐらいの時ですよ。まあほんで、まあ今ね事務所立派になっとるけど、まあ、ちょっと飯屋も行ってみようか。昔のね、料理だ。じゃあちょっとワークかけて。はい、ワークかけて。パスとかいい。じゃあ駐車場まで。ワーク。なんだお前。入ってよくない。もう多分社長と初対面この駐車場でした。あ、初めまして。いや違うですよ、駐車場で俺現場に会いに行ったもん。じゃあ初めての時はここで朝顔合わせしようなんです。だけど、うん、僕は社長って気づいてなかったんです。あ、そういうことだ。その時ね、普通のおっさんがおるなんて。ボロボロの車、いっぱい止まった。ここ駐車場ね。ああ、変わってないわ。変わってない。谷口港みたいな。これで全部借り取ったんじゃないか。ほぼこの辺まで。あ、全部借り、ほで、ガーってこう左側も全部止め取ったんじゃない車。そうです。あ、この辺まで借りて、1、2台 でこの辺作業車、ブワーもう全部緊急に止めて。懐かしいな。もう誰も借りてないの。綺麗だもんな。使ってないのな。ずっとここでもう座ってたむろしてた。ここでね、こちょうど何十人なんで、下請けとか見ると、あんた当時30人とか動いてたもんな。普通に動いてました。動いてたよな。ここもずっとみんな、もうここでまず酒飲まして、気分良くさせて。何何何、酒飲まして気分良くさせて、うん、でキャバクラ連れていくと。俺あんなに人動いてたのに血も残ってないもん。ある通し。まあでも財産が手に入ったよね、それで。やっぱ人という。お寿司です。これか、これか。コンドル。うん。お寿司です。覚えてます。わかります。お寿司です。こちら、カメラ持ってビデオ、ビデオ撮っていいですか。よう、わかりました。わかった。このメンバーでみんなわかる。ミスがしないから。席空いてないですかね。めっちゃ食っちゃうんだな。これはね、あ、これも毎日食ったな。これは力はいつもあったかいのかな。あ、熱いな。まあまあすごい。じゃ10万チャンネル登録までいっとる。そう、本当に月100万ぐらい入ってくるよ、 YouTube だけで。すごいでしょ。そんなんだね。すごいでしょ。すごい。で、理解道場で検索してください。あ、はい、あ、はい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 、出てくるよ。わかりました。お願いします。いただきます。いただいてます。まあ今時間ね、今まあちょうど5、6時間経つの。あれちょうど昼ぐらいだったか。昼ぐらい、6時間、7時間ぐらいで、今もう一回仕事して今戻ってきて撮影に向かってるんですけど、まあ本当に俺らがもう本当に何育っただよな、本当にな。まあ俺はいい年こいてからだけど、まあそこで会社やって、まああそこでいろんなことを覚えて、まあ、夜の遊びとかね、まあ、で本当に本当にこの視聴者の皆さん、あの嘘だと思うけど、あの花買ってくださいって来るでね、こっちの人が。反射の人が花買ってくれって言って、俺最初意味が分からなくて、花ですかって花屋さんですよ、あなたみたいな。じゃあ本当だぞ、花買ってください、花置いてくれって。どういうことですか。でも花置いてってことはもうだってもうだって反射の仲間いるよ。企業射程よ。でも毎月来るわけ、届くわけよ。キューピットみたいな感じで、花キューピットかなんかあるだろう。お届けに来るんだお前。黒スーツ着た人たちが月に1回花を。そういうことよ。その代わりに何かあったら口聞きますよじゃないけど。そういうことですね。もう買ったことないよ俺は、そんな花買ったことない。ちょっと分からなかったもん。そう、仕組みがよく分からなかった。そういうね、アンダーワールドな世界ですけど、まあちょっと夜潜入してみようと思うんで、
まあ、知ってる人も何人かおるみたいなんで、まだ、ね、ちょっと声かけていこうと思います。はい、大丈夫ですか。はい、大丈夫です。カメラ回ってる。頑張りましょう。見てみろ、このネオン。もう全然違うやろ、ネオンの数々を。全然違うやろ。ここさっきの事務所やな、うちの。これ右側がうちの事務所ですよ。とりあえずじゃあ、俺うちなんでいいだろ。南流でいいですか。え、南流でいいですか。もう家見て、穴もないでしょ、あれ。スラム街。スラム街。スラム。いや、あ、そうだな、昔ここにみんな止めてな。いや、ここまずいだろ、止めた。あ、で、車の鍵渡しますか、昔みたいに。横パキンだろ。パキンの。パキンの。まあ、昔はここに止めっぱなしでな。うわー、並んだよな、車な。で、他の車止めたら、おい、何止めとんだーって言って。ほんとだぞ、その勢いだったんだよ、昔は。あ、このパーキングでいいじゃん、後ろな。あ、はい。この後ろ、だいこんな感じだよ。懐かしいな。懐かしいな。やっぱネオンも変わってないな。懐かしいっすね。知らないっすね。全然知らない。もしこういう感じだし、会社だ。お、お、あれ？おー。パンです、パンです。マジ、マジで。本当に、こういう会社やってたんだよ。本当ですか。ここの4階だと めっちゃファンです。あ、マジですか。写真ですか。めっちゃファンです。いつも見てます。この店、はいはい、いつも見てます。あ、じゃあ写真、写真、写真。あの、ちょっとかっこしいですか。あ、ユーティーブインスタやってます。インスタやってます。ツイッターだけできれば、アップ話したいです。有名人って。あ、じゃあ一緒に見ない。あの、いつも見てますよ。ありがとうございます。ここだな、懐かしの。あ、そこの、やってます。いいね、いいね。どうも、どうも、どうも、じゃあ、じゃあ、じゃあ、お、おるじゃん。あ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、お客様30人。あ、もうね、30人。おるおる。店長、店長。あ、どうもです。久しぶり。覚えてる。覚えてる。覚えてるに決まってるです。こんな悪どい先輩の。一応中学校の、まあ隣の隣ぐらいだね、中学校ね。そうです、そうです、はい。たまたまだよね、でもここでね。たまたまここが昔からその。なんでやってんだよ。僕、店自体は22年とか、僕は20年いますね。マジで長いですね。で、一番ひどいやつ誰だった。一番ひどいやつ。こいつでしょ。いやいやいや、一番ひどい、本当にひどいの。苦手。だってまあ当時あれだもんね。どこまで喋っていいですか。いや、いいですよ、いいですよ。全部カットするんで。逆にそれがきついやつで、PP の。マジでキャバクラなのに、ガチで、ガチで、下半身出して走り回りましたからね。本当ですよ。で、それさすがに怒ったもんね。怒りました。それ怒ってもやるもん。怒ってもやる。怒る、本当に知ってるなってないって言ってた。怒るって言い過ぎだろ。怒るって言ってやる。当時だとまだ28だったもんね。若かったですね。お前より若かった。はい、左右されるね、ちょっと金持っちゃってね。ほら、おかしいだよね。当時ね、ここもうほんとすぐそこだよね。そうですね、はい。量来たよね、でも。量来てくれた。週1ぐらいは来とった。そんなに来てないか。もうそれぐらい来てましたね。来とったよね。またチンコ来たなって。またもう鬱陶しいの来たわ。こんなのもやがっとるわ。もうつけるやつおらへんわみたいな。これ本当の話。懐かしいな。こんなのおんの。ほら、おなごいますね。とりあえず一人ついても、あ、もうつきますね、3人。一杯飲んでもいいの。あ、いいですよ。飲んでこうかしら。うん、30分。ありがとうございます。金も出る。こっち話してるんですよ。大丈夫です。ある、はい、ちょっと飲んでこう。あまりない、大きい声出したらまずい。はい、あまり大きい声出したらまずい。いいっしょ、飲みやろ。いいですよ、大丈夫です。大丈夫ですね。大丈夫です。じゃあ16番にご案内ですね。俺のこういうところ使えよ、お前。あんまり大きい声出したらまずいとか、いい人のところを。はい、ありがとうございます。いや、ありがとうございます。よっぽらだわ。感じました。よっぽらだね。可愛かったね。いや、ありがとうございます。チンコ出さなくてよかったです。あ、可愛かったね、あのゲーマーの女。あ、ゲーマーの子。だけど、もう俺のことなんかもうありえないみたいな目で見とったもんね。で、アウトオブガンチュー何が好きなんですかって言ったら、セックスって。ゲームやるからって、おのさんの方がいいやんって言ったら、もう異常みたいな感じ。下ネタばっかすもん。さすが変わらないですね。変わりません。さすがです。まあこんな感じです。まあ柴田の街、一応エクシードっていうキャバクラですけど。はい、いらんほうがいい。あ、いいですよ、それは大丈夫です。エクシード、まあ今日と突然ね、突撃で来ましたけど。はい、もう本当あったかい街だよね。でもね、そうですね。で、可愛い子もおるよね。います、エクシードね。はい、うん、可愛い子も結構おる。最後にじゃあ南建設の悪口、じゃあなんか、まあ、言ってください。南建設の悪口。元南建設の悪口。いや、まあ、悪い人ばっかりが集まってるんで怖いと思いますけど。はじめによろしくね。傷だらけ。だけど、悪い人って親だから。親だから。でも、勢いあるよね。勢いあるもん。勢いあったよね。本当に勢いあったよね。
まあ、そんな感じです。今日の動画楽しめたではないでしょうか。はい、チャンネル登録といいねお願いします。はい、お願いします。またまたね。今日は辛くて